藤代鈴木氏が神職を務めた藤代神社藤代、鈴木氏は日本の鮭、武家の一つ。本生は穂積氏。家系は古事記、日本初期にも登場する穂積氏の流れを組む奇襲の名門で穂積姓鈴木氏の本衆家。藤代王子の旧氏、藤代神社の鮭であり、木の国の国人領主。熊野早玉、大子そはじめねぎ、穂積国境の子。 鈴木元行が鈴木聖を称したことに始まる。熊野地方で勢力を誇った熊野三党の一つ、または熊野八将寺の一つとされ、家門は穂住市に由来する伊達島、河江門は熊野別島の藤原市に由来するとされる下り藤、幕門は八田ガラス。藤城鈴木氏は木の国熊野の穂住市の着流で、逃げ早の命を塩素に持ち、穂住総足の四男。 古兵の流れである、穂住国沖の子、鈴木元行きに始まる。12世紀頃に、熊野から、同じ木の国うちの藤城に移り住んで以来、王子社の新職を代々務めた家系である。熊野三党の一つとして、熊野地方に大きな勢力を有し、また、熊野八将事の一つとして当主は、代々、鈴木将事を称した。藤城鈴木氏が、かつて居住していた。 鈴木屋敷が藤代神社境内に現存する。初代の鈴木元行は、正体3年の正月に、外十五一下に助赦され、延長4年の5月21日に62歳で、没した。元行の子、鈴木良氏は十五一下となり、ケビー氏を務め、妻の熊野国造、立花の広志法の娘との間に生まれた、鈴木茂氏は横領氏、美野健介を務めた。また、 しげるしの長男、しげとよの娘は、藤原さね方の妻となり、熊のベッドを耐久の母となった。おもしの次男、鈴木しげざねは、名草郡藤白総年領となって、鈴木昭治を称し、後十七以上では大丈となりではすけ、平これ持ちに従った。しげざねの長男、鈴木しげたけは、自重、藤原定時の娘を母とし、 平田達根追ねのため中原城道に随行し、東国に下校した。稲毛郷土氏によると、前9年の役、後3年の役に、一族の鈴木重宗らが参戦し、拠点を、武蔵国引群岩戸の山に置いたとされ、その後軍港として、麻生の地を与えられたとされる。鈴木重光は、白川法皇安宮二部,部、天英三年の2月に61歳で没。鈴木元は、 宝園六年に六十八歳で没し法名は上縁であった。鈴木修学には、源のためよの家臣として、武功を挙げたとされ、湯浅左近大部藤原宗英の娘を妻として、鈴木修則を生んだ。重則は、平時の乱で源義朝方の武将として戦死した。また、源のためよの十男、源の雪家の母は、 熊野新宮ネギの鈴木重忠の娘とする伝承もある。重則の子、鈴木重家、亀石茂家は、源平合戦で、源義経に従い壇の裏の戦いなどで功績を挙げた。後に、源頼朝から、甲斐の国に所領をたわったが、欧州に落ちた義経の元へ向かい、衣川間で義経と最後を共にした。また、茂家らは、 熊野水軍の将の一人であったとも言われる。鈴木守家への死後、木の国に残った、次男、茂次が後を継いだ。茂次は上級の乱で朝廷方として参加して、昭和2年8月に64歳で没し南北朝時代には、鈴木和恒が、五代醐天皇の南朝に属した。明徳三連には、鈴木茂吉が、 三名斬りに従って、大内義弘と戦い戦死し、戦国時代には、石山合戦で、権領に味方し、信領を失った。大阪の陣では、鈴木重雄が、徳川方として参戦して、朝野氏から、小役免除を賜り、後に、朝野義長から六国の寄進を受けた。百四十二年に、最後の当主、鈴木重吉が病気で急死し、藤代神社、 か主家の鈴木氏は断絶した。藤代鈴木氏は全国に散らばる穂積み生。鈴木氏中でも本家筋とみなされている家で、三河鈴木氏、西加藤鈴木氏、エリ鈴木氏などはいずれも藤代鈴木氏の分流とされている。また、鈴木氏芸営の子が、伊予土井氏の祖となったという伝承があり、この説によると、西梁期の主人公の土井西梁は、藤代鈴木氏の末裔ということになる。 直流形図、鈴木元由鈴木良氏鈴木茂る氏、鈴木重ざね、鈴木重武、鈴木茂康、鈴木茂三、鈴木重元、鈴木茂国、鈴木重則を弟に、鈴木重義鈴木重家を弟に、亀井茂喜よ、鈴木重次、鈴木重義鈴木厚元鈴木重次鈴木重座に鈴木和常兄に、鈴木茂ともなえ、鈴木康弘、鈴木重義鈴木、 しげまさ、すずきしげるし、鈴木しげひろ弟に、鈴木重じゅうちょう、す重きしげみつ、鈴木しげのり、鈴木しげなが、ありがとうございます。